J2 リーグ第14節 FIFA アレン長崎対大分トリニータの一戦です。長崎の選手を背負ってプレーするっていうところが多いので、うまい。ここは吉岡が奪った左足のシュート、上福本がセーブしました。大卒ルーキー、長崎県は南島原市出身の吉岡正和。島田直接狙ったか、こぼれている、伊予のシュート、ポストの右側、低いので狙ってきましたね。この乾の上を通そうというボールですかね。今のようなね、ロングボールでまず長崎のディフェンスラインを下げる、下げて間延びさせて中盤のところで、ここはサンマが強さを見せた。澤田がボールを持って自分で狙っていった、わずかの左、わずか左、ちょっと逃げていったな。決定的な場面でしたが、ここで強さ見せましたね。サンマ強さを見せました。こぼれ球に澤田が反応して右足のシュート、ここでボールを奪った大分、中央で受けて川西が逆サイド、山岸、山岸もドリブルで左足のクロスシュートを打っていった、クロスバーの上、後藤のシュートはクロスバーの上。今のシーン、片野坂監督も思わず頭を抱え込みました。はい、少し距離を取っている大分の選手、大分サポーターの前、ゴール決められるか。中央ゴール前、決まった、先制は大分、竹内ゴールを流し込みました。喜ぶ大分サポーター。後藤のゴール、竹内頭で合わせました。今シーズン初ゴール、バトルオブ九州、先制したのは大分。今シーズン J3 から復帰した、その勢いでこの J2 の階段を駆け上がっています。さあファンマにボールが渡った、倒れた、あ PK だ、 PK だ、長崎 PK を得ました。面白かった。さあ1点先制された長崎、ここでファンマが倒されました。ここでいいとこ落としたな。決まりました、同点に追いついたホームの長崎、エースストライカーファンマがペナルティーキックを決めました。1対1、カラーカード出るな。ここでファンマにイエローカード、ボールを持っていったというところでしょうかね、時間をかけたというところでしょうか。いやいや、あのね、大分の選手がね持ってたんですよ、ボールを。あー、なるほど。それをね、なんか無理やり取ったか、まあそういったの。大事なセットプレーになります。直接狙った、増田がセービング、後藤直接狙いました、右足、宮本からファンマ、スルーした、スペースにボールが流れた、低いクロス、こぼれている、セカンド、イオが倒れた、あ PK か、増えられました、 PK です。ガッツポーズイオ、アディショナルタイムに PK を獲得した長崎。今のシーンです、体を入れていきました。アピー系だ、右サイド押し込んだ中村、勝ち越しゴールは長崎
早かった今狙っていたようにすぐボールに駆け寄っていきました。中村2対1逆転した長崎。これは劇的だね。終わった。押し込んだのは中村2対1。あ、いったーって顔してますもんね。はい、